あ、レックス、飲み会とって。あのシルエット、やはりカラスアゲハは空に選ばれし存在なのか。何言ってるんだ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで実はね、ちょっと私さっき映さずにあのカメラを止めたまんまいろいろと動かしてしまっていろいろと動かしてしまって若干ね、でレシピが増えたりとか、さっきね、これをハンナちゃんにもらったんよ。竹の車止め。なんかパワースポットがどうのこうのって言ってまた、あ、バンブー。なるほど、こういうところで使うんや。あ、そっかそっか、竹。なるほどね。レシピの確認はしてなかった。で、あと、これ動画外で桜の絨毯のレシピをゲットして、さっき作ったんよね。映してると思って。え、これ綺麗じゃない？結構。で、今日までなんよね、多分桜が。桜家具がゲットできるのが。マミーさんおる？あ、おるおる。ということで、お邪魔しましょう。あ、すごい！なんかさ、飛び盛りの時？飛び盛りの時って、結構、どこから取り出してよ、それ。結構まあ、家の住民の家もさ、家具とか、ちょいちょい置いとったけど、でも、めちゃくちゃ少なかったやん。こっちがなんか贈り物とかせん限り。でもなんかちゃんと生活空間出来上がっとるって感じやね。すごくない？なんか、並べ方みたいなのもさ、きっちりしだしたというか。まあ、ここが、子供と一緒に寝るダブルベッドやろ？で、これが、ほら、お風呂に、洗面台。で、多分これ着替え入っとるやつよね。で、こっち行ったら、ここ台所、ちゃんと空間出来上がっとる。ね、電子レンジ。じゃあ、そして振り向いたら、こっちキッチン。ほら、オーブンがついとったり、夜間置いて、あと冷蔵庫。これ何？おままごとセット？あ、粘土か。かわいい。ま、ここ多分、子供のキッズスペースみたいな感じ。このラグが敷いてある部分が。で、ここで、なんかお絵かきしたりとか。かわいい。何取り出したのそれ。あ、スマホ？何何？え？びっくりした。話せんのかと思った。今日はたくさんお話できて嬉しいでした、ふん。お話しして。そういえばこの時期に、万旅行券のツアーで岩を叩くと、卵がポコポコ出てくるって聞きました。マイイーサーのね。あのツアーで行く島って、手つかずの自然が残ってますから、そういうこともあるのかしら、だふん。なるほどね。手つかずの自然。え、でもこの島でも全然出てくるけどね。手はつけていってるはずだけども。また別の島に旅立っていこうかなと。ちょっと、いらんやつとか売ってきとこっか。この辺の雑草も含めて。どうも。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。なにこれ、マジックセット、かわいい。でもちょっとその前にハムスター欲しい。そちらの商品はハムスターのカゴでございます。お値段は870ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。毎度ありがとうございます。870ベル、間違いなく頂戴しました。ってことで、いらないもの買い取って。とりあえずレシピと、飲みはレックスに渡そっか。ってことで、とりあえず、イースターなランプのレシピを。あと雑草。この二つ、どうぞ。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計210ベルでの買い取りでいかがでしょうか。いっちゃいます。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。私、家で猫を飼っとるっていう設定なんやけど、ハムスター大丈夫かな。猫を飼っとるっていう設定やけんさ、ペットのクッションの隣に猫草とか置いとんやけど、あ、レックス、飲み会とって。あのシルエット、やはりカラスアゲハは空に選ばれし存在なのか。何言ってるんだ。あ、すまない。どう？虫は見つかった？やりたい。飲みがいたよ。本当に？やったぞ。どんな虫だろう。ちょっとそんなワクワクされても困るけど。
はい、飲み。どうぞ。ごめんね、珍しくなって。これは、飲み。なんて美しい。ごっくり。マジで。この飲み、105ベルでぜひ、俺に言ってくれ。飲みが105ベル。いいよ、いいよ。全然。本当に？ありがとう。むしろありがたや。またよろしく。こちらこそ。なんかあるかな？お、段ボール。久々の段ボールや。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。5日連続ボーナス200マイル。さあ、これでご利用になりたいサービスをお選びください。さあ、今回は、まあ、マイル旅行券は決定として、他、どうしよっかな。噴水を。噴水の DIY レシピは3000マイルになります。公開いたしますか？します。噴水をプリントしています。作れるかな？何が必要やろ？とりあえず石？はい、他はマイル旅行券をちょっと、ゲットします。マイル旅行券は2000マイルになります。公開いたしますか？します。マイル旅行券をプリントしています。私結構2000マイル貯まるのって大変かなって思いよったんやけど、結構ね、毎回旅行に行けるぐらいには、普通に貯まる。良きかな。これで噴水のレシピを覚えます。ふんふん。噴水のレシピを覚えた。さあ、これで、どんな感じやろ。噴水、噴水。水飲み場がいるんや。水飲み場と石と鉄鉱石。ふんふん。まあ、作れそうやけど。水飲み場は何がいるんやったっけ？てか、どこや？水、あれどこ？水飲み場どこだ？あ、これか。石と鉄鉱石。よし。じゃあ先に噴水を作って、旅行に行こう。誰かまた、あ、そっか、石と鉄鉱石ね。誰かまた勧誘できるかもしれんけんね。なんかこのね、なんか一発でポンって作れるわけじゃなくって、何かを一回作ってからみたいなのも結構多いよね。はい、水飲み場。あ、まあ全然足りるか。そんなに使わんかったわ、材料。そしてここから、はい、噴水。じゃーん、噴水ができた。さあ、これで、なんか狙いよる。なになになに？雨降ってる。何やろ？ミノムシとかかな？噴水。この辺に。ああ、でもどうなんやろう。お、なんか川に向かって歌いよるぞ。とりあえず、噴水。これだね。いいよ。こう。真ん中ってこれぐらい？なんか微妙にずれとる気がするんよね。こっちか。あ、こっちやね。あ、オッケーオッケー。いい感じじゃない？イエーイ。これで博物館前に噴水が出来上がったよ。めっちゃいい感じ。あれ、座っとんかな？座って歌ってる？わからん。あ、座っとるね。さあ、今回はいい子はいるのかしら。そして、どんな島に着くのかしら。さあ、出発。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。ん？なんだ、この島は。なんか今回、また来たことのない。ワニがおるよ、ワニが。え、これは何？どうやって、あ、普通に、高飛び棒で渡れる感じ？これって。なんかちょっとよくわからないけど。え、渡れる？なんか結構距離遠くない？とりあえずなんか、岩がめっちゃあるよね。
お、あ、もしや。ちょ、待って、ここ1個しか出てこんやん。やば。ワニ系住人って私あんま見たことないんよね。お、ひょっとしてお前もこの島に武者修行しに来たのか？おいら、はいだ。お前は、アイナ島のアイナっていうのか。ライバルが増えて嬉しいぞ。お互い目いっぱい材料を集めながら筋肉を鍛えまくろうな。傘こそ。傘こそ？何こそこそしてんだ。なんかちょっと目が怖い。もうちょっと黒目がちな子がいいな、私。え、待って、これ渡れるんかな？え、でも渡れんかったらね。え、渡れんやん。え、どうやって行くんこれ。いけんくね？え？え、いけんくね？なに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 、どうやって行くのこれ。え、謎すぎるんですけど。え、謎すぎるんですけど、なにこれ、行けないのもしかして。見えてるのに行けない島？え、そんな島ある？え、なんか確実にあっこさ、お金がいっぱいあるような気がするんやけど、気のせいですか？違うのか？え？なんなんやろ？どうやって行くんやろ？行けんのかな？え、それともなんかこの先、この先、あれ？なんか、こういう無人島に渡ってきても、土地の整備ができるようになるとか、それでなんか川とか埋め立てて、いけるようになるとかそういう感じ？え、違う？待って、あっこの岩さ、壊せるんかな？壊すとしたら、斧？いまいちわからんねよね。は、壊せるか？は。いや、壊せなさそうだぞ。多分これ壊せんパターンよね。あー、歯が欠けていく。でも多分これ壊してさ、ピョンって飛んでいけるんやないに違うんかな。めっちゃなんか方向転換するやん。さあ来い。はい、来たー。お、来いや来い。ん？これは、錦鯉を釣り上げた。高そう。もしかして。もしかして錦鯉がたくさん釣れたりとかは。あ、でもこの子奇想やな。これは同じぐらいの大きさやと思うんやけど。ほら、あっちも。なんかね、同じものばっかりが大量に取れる島みたいなのもあるっぽいんやけど。あ、あ、今のいけたんじゃない？ちょっと。どうよ。あ、ダメやな。微妙にずれてるね。じゃ、この辺。錦鯉が大量に釣れる島とかじゃないん。ちょ、この子も釣り上げて。どやどやどや。え、違う。鯉を釣り上げた。かっこいい。種類が違う鯉じゃねえか。ちょ、そっちの子も。もうちょっとこっちの方に来てくれんかな。方向転換までしちゃって。あ！気づいた気づいた。来いよ来いよ。え？タイヤ？タイヤを釣り上げた。誰の車のかな？お、このタイヤ何かに使えるかも。DIY のレシピをひらめいた。何何何？何ひらめいたの？車が作れるとかこれで。違うし。タイヤの遊具。なるほどね。でも一個だけ。それを、まあ、何個か。二、三個ぐらいかな、作るとしたら。これ結構でかくない？鈴木とかかな。なんか鈴木なような気がしてきた。サメとか出てほしいんやけどな、なかなかよね。もうなんかでかいんですけど。なにキモー。超キモいんやけど。うん、これは、竜宮の使いを釣り上げた。竜宮城からお出迎え、ちょっと早く。めっちゃ鳥肌立ったんやけど、怖なんかね、コントローラーの震えがいつもと違った。うわぁ、ゾワゾワ。超ゾワゾワ。ピチピチ釣り強化キャンペーン。まだ5匹ぐらいしか釣ってなかったっけ？そんなもんすか？ふぅー。めっちゃ気持ち悪い、ちょっと。すごい不気味でしかなかった。まあ、帰りますか、とりあえず。帰ります。はい、どうされますか？
帰りたい。アイナ島に帰るんですね。大事なものの置き忘れはないか、確認はお済みですか？オッケー。ラジャーです。では参りましょう。もうあの竜宮の使いを私は見たくないんだが。バイバイ。ありがとう。さあ、それじゃあちょっと一旦、あの2匹の金額を調べてこようじゃないか。どんな感じかな。とりあえずあれやん。タランチュラが8000ベルとかやった気がするけん。疑問。錦鯉が、おー、3200ベル。いいね。7200ベルやって、竜宮の使い。なんてこと。来い、私。寄贈しとったかな？寄贈します。さあ、今回寄贈する。あ、アメダカと3匹か。竜宮の使い、錦鯉、メダカ。ああ、今回のね、竜宮の使いと、錦鯉で、もう1万ぐらい行くのにさ、寄贈しなければいけない、この感じ。まあでも、ね、なかなか釣れんやつやろうけん。ふう、そうですか。では、自由にご見学ください。竜宮の使いがどんな感じで展示されとるか、怖いもの見たさ。入ってすぐのとことかではないよね。メダカこれ。かわいい。ああ、いいね、いいね。こういう感じ。リーグの使い多分でっかいとこにおると思うんやけど、ここではない？心の準備が。この辺かなってちょっと思っとる。あれ？おらん。おらんくない？上から見た感じかな、おるの。え、こっちかもしや。はぁ、ひぃ、おるねえ、おるよこれ。何？どういう姿勢？そういう感じなん。うわぁ。でもなんか思っとった感じと違った。こういうところでなんか優雅に泳ぎよるんかと思ったけん、多少マシやった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもなんかあの辺の珍しい魚がね、どんどん釣れたけん、図鑑が埋まるのは結構早いような気がする。うん。